はい、こんにちは。そうしましたら引き続き前回のね、編み掛けの途中こちらの方を仕上げていきたいと思います。今これで、編み終わって次って持ち手をねつけたい状態になっているんですけれど、ちょっとうまくね画面に入らないんですけれど、この、横ですね、長い方が今40センチ、約ね40センチになっています。そして縦深さの方が今28センチになっています。そして一番最後に細編みを一段編んだ状態になっています。もう一段ね細編みを編みたいなと思いますので、こちらの方を細編みでね一周回りたいと思います。よいしょ、そうですね、立ち上がりを一目入れて、ロープをねくるみながら細編みで一周回ってください。こういう感じでちょっとねここのロープの継ぎ目があってちょっと見にくいんですけれど、テープをねくるみながら細編みで回ります。ここはねお好みなので、もう細編み別にしなくてもいいですし、細編みももうちょっと細編みで、編んでみたいってなったらそれはそれでいいですので、好みでねこちらの高さをね調整してください。そして持ち手をする時にあと2センチぐらい深くなりますので、それもちょっと念頭に入れてここの細編みで調節してください。はい、そしたら私は、細編みであと一周回ります。はい、そしたらですね、ぐるっと細編みで、回ってきて、これ2段ね、細編みを編みました。そして持ち手は、黒で編みたいなと思いましたので今黒に変えたところです。引き抜き編みをして黒に変えました。はい、そしてですね、印付けをね、していきます。最終編み上がった時点で、目数が102目になっています。それをね確認してください。そして、ここ中心が、立ち上がったところから数えて26目目が中心になります。で、16目目のところと、そこから19目目、そこからまた16目目で、最初が51になりますね。半分で51目になりますので、ここのところにそれぞれ印をつけます。赤水でいうとこんな感じになります。この赤のところですね、ここからが持ち手になります。ここ赤を、細編みですね、細編みを16目編みます。そして、持ち手の部分の鎖編みを編みます。鎖編みにね細編みとかを編みつけるのはちょっと苦手なんですけどね、他の方法ないかと思ったんですけど、やっぱしこの方法しかちょっと、思い浮かばなかったので、こちらの、鎖編みを、長さ分だけ編んで、それに、今回は中長編みを編むっていう形で、持ち手をねつけたいと思います。はい、ここ16目編みますね。細編みを、16目編んで、ここから、鎖編みを編みます。鎖編みの長さはお好みでいいと思うんですけれど、私は、50センチぐらい欲しいなと思いましたので、50センチで何目あるか分かったら、65目ぐらいありましたので、こちらの方が65目作りました。そして、ここの、印をつけた次の目、ここね、この目に引き抜き編みを、引き抜き編みじゃない、細編みね、細編みをします。で、細編みをして次に行くんですけれど、ここまではロープがつながってきてますね、芯に入れてるロープで、この、鎖編みのところは、ロープを使えませんので、ここの細編みをするときに、そのロープがどうなるかということなので、この60センチ、あ、違う、65目ね、この50センチ分の持ち手のところに、軽く沿わせた形にして、そしてここに、細編みを入れます。後からね調節できますので、多少緩んでてもね、きつかっても大丈夫ですので、
持ち手もね、なんとなく沿わせた感じで、ここへ細編みを編みます。そしてこの細編みが16目ですね。で16目ですけれど反対側もありますので、今日は32目細編みを編むことになります。そして反対側のところですね、反対側も同じことをして、ぐるーっと回ってきて、ここにね、ここで、引き抜き編みをして、また次の段に行くっていう形になりますね。はい、そしたら実際にしていきます。これがね、印をつけた分です。ちょっと画面に入らないかな。これが真ん中です。そしてこれが16目目と、ここがあらら、よいしょ、16目目に、そしてこれが真ん中、そしてこれが、ここから数えて、19目目のところですね。ここに印をつけてます。そしてここ角のところですね、51目目のところについてます。という形で印をつけて、間違わないように持ち手がどこからねつくかっていう形で、分からなくならないようにするために印付けをしています。はい、そしたら編んでいきます。なんかコロコロするのね、この中に入っていくからね。大きくなったのでね、ちょっと画面にうまく入らないですね。そして、ここからは、かぎ針を1号小さくします。私の場合8号で編んでましたので、ここからは、これ7号で編んでいきたいと思います。そしたら立ち上がりに1目鎖を入れて、同じ目からですね、細編みが1以上16、ここね、印のところに来ましたね。16、ここもね編みます。16、よいしょ、16、はい、ここから鎖編みを、65目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そういう感じで、65目編みます。まあ、お好みの、目数でいいですのでね、私は65目です。はい、そしたらこれでね、このちょっと見にくいですけれど鎖編みを65編みました。そしてそれにこの、ロープの分をこの鎖にずっと沿わせていって、長さをね、大体の長さを確保しておきますね。そしてこの辺りっていうところを持って、ここ印のこの次の目、ここに入れるようになります。なのでこうですね、こういう風に持ってこの目に入りますので、ここを取ってきて、そして細編みですね、よいしょ、細編み、そしてここからまた細編みを編んでいって、最初の、ところ
ですね、立ち上がったところまで細編みを編んでいきます。はい、そしたらこれでここから印の次の目から16編んで最初の目に戻ってきました。でここへ引き抜き編みですね、一番最初の細編みの頭に引き抜き編みにします。はい、そうですね、はい、そしたらロープはもういらないのでカットするんですけど、少し余裕を持ってカットをします。これね、持ち手の部分とか、あと調整でね、足りなくなったらいけないですので、ちょっと長い目に残した状態でカットします。そして、芯にしてた方ももういらないのでこれもカットします。そして紫ももういらないのでカットします。はい、そしたら今からは黒だけになります。はい、よいしょ、だら、そしたら2段目ですね、持ち手の2段目、今この赤を編みました。ずっと編みました。次緑の分を編んでいきます。鎖一目立ち上がって、細編みをここは15目編みます。赤はね16編んだんですけれど15目編んで、下の15目目と鎖編みを2目一度にします。ここねちょうど曲がり角っていうかこう立ち上がってる部分なので、ここを全それぞれ編んでいくと目が、目は増えないのかな、なんかごにゃっとなるので、こことこことで2目一度にして、そして中長編みをしたいと思います。芯を入れながら編みくるみながらずっと中長編みをします。でこの辺になると、芯の、糸がね、芯がなんかこう足りなくなってきたり編みにくくなったりしますので、ここのところはちょっと芯の部分を引っ張りながらやってで、また戻すっていうような操作をするとうまくいくと思います。そしてここのところも、鎖編みの最後の目と細編みの最初の目を2目一度にします。そして次の目から、細編みを15目編みます。こういう感じになります。はい、そしたらここが、最後終わって引き抜き編みをしたところです。そこに、立ち上がりを一目ですね、そして細編み1目315まで編みましたら、この最後の細編みと鎖の一目めを2目一度にします。この時にこのロープも一緒に編みますので、とてもここはね作業がなんか多いんですけれど、この目とこの目、細編みの最後の目で、ここからは中長編みにしますので、一回かけて、そして細編みの頭を、取ってきますね。そしてまたかけて、で、鎖の
目の、向こう側だけ、コブを取ったりするとちょっと混乱するので、この素直に鎖の、こう V になってる、こっち側の方だけをすくっていこうと思います。そしてここに入れた時にこの、ロープを一緒にくるみます。でこういう感じにここの部分はなります。 1,2,3,4,5 目かかりましたね。こういう感じになります。これをかけて全部抜きます。こういう感じになります。これが一目目ですね、はい。そしたら次にここですね。これちょっとね黒だし見にくいと思うんですけれど、鎖の、目の、半目っていうのかなに、中長編みをちょっとね編みつけていきたいと思います。かけてここに入れて、ここに入れてロープを挟みながら中長編みを編みます。こうですね、かけて鎖の半目とロープを挟んで中長編み、かけて鎖とロープを一緒にこういう感じで中長編みをしていきます。これとこれと、でロープはねこれ紫をくるんでいるんですけれど、まあ紫が見えて嫌だなと思ったら黒にね変えたらいいと思うんですけれど、まあ紫が見えててもね、まあそれが一つの模様みたいになって別にいいかなと思います。こういう感じで中長編みを全部に編んでいきます。ちょっとここからはね長いですので、ここまでこっからずっと最後までね、最後の一目手前まで、鎖のいっぱい紐があるこの一目手前まで編んでいきます。はい、そしたらこれでねだいぶこうね中長編みで編み進んできました。そしてこうねだんだんこのテープの方の、紐がこうテープ紐の方ね添えてる芯になってる方が、短くなってとてもやりにくくなってきますので、そういう時はこれをこう引っ張ってこちらの方のをねグッと引っ張ってここを伸ばして、やりやすくねされたら、大丈夫です。はい、そして残りがもうちょっとだんだんね、なんかロープが見えてきたりするんだけど、あんまり細かく気にしないことにしましょう。よいしょ、こういう感じで中長編みをね編んでいきます。よいしょ、あと一つ、あとここに2つあるね、あと2つ、こことよいしょ、思いっきり白が見えてるよ、よいしょ。そしてこれがまだあるね、これがこの目があるので、どうだ、この目とこのごま編みの目がこれということは、ここまで中長編みを入れて、よいしょ。そしてちょっとこれはこれで、
たるんでるので次がまた見にくいから、これを引っ張ります。こっちの方ね、ちょっと調節、よいしょ、引っ張って、このロープを締めてね、締めていきます。こうすると引っ張ってなくなりますのでね、こうして、そしてよいしょ、もうどれがどれか分かんなくなるね。この紐が邪魔、これですね、これを引っ張って消しますね。ここね、このロープが渡ってるのを、こっちの方で引っ張って調節して、今締めたところです。はい、そして最後の1目、この目と、この目を入れるときにロープを入れなきゃいけない。この目、ここね、ロープの目をくるんで、そして次のこの細編み糸で2目一度にする。よいしょ、中長編みだった、しまった。ちょっと、はい、最後もう一回しますね。かけて5個入れるときに、このロープね、後ろのロープを取ってきて、はい、そしてここは反対側も中長編みにしたので、こっちも中長編みで、おっとごめんなさい、カメラが揺れました。ぐるっと取ってきます。よいしょ、ね、たくさんすくったのでこんな感じになります。黒がとても見えにくいですね。他の色でした方が良かったかな、ね、そして細編みをいきます。はい、細編みで、ここまでね、印のところまで細編みを編みます。印のところまでと言いましたけれど、この印は、端っこの、このね、端の印なので、あともう15ありますので、この2目一度をしてからここまで30目編むことになります。ね、続けて細編みを編んでいきます。これが、端の部分ですね。よいしょ、そしてあと15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15でいいのかな、まで、とにかくこの印の、1個手前まで、ここまで編みます。はい、はい、そしたら29今編んできました。そしてここの目と鎖の最初の目で2目一度にします。この目と中長編みの2目一度にします。ちょっとこれが邪魔なので外します。これとこの鎖編みの1個目ですね、ここに入れて、さらにロープをくるんでかけて取ってきますね。最初に1回かけてないかな、数合わないね。かけてここに入れて、そしてかけて、この、鎖の目と
芯と挟んで取ってくる。そうすると5個、1、2、3、4、5、5個かかったようになります。それを1回全部抜きますね。ここすごく締めくいですよね、はい、これで2目、中長編みの2目一度をしたことになります。そしたらここからはまた、この鎖編みを編んだ、ところに、中長編みを編みつけていきます。この、鎖の、片目だけですね、半分の目を取ってロープをくるんで、中長編みこういう感じで反対側の持ち手を作っていきます。こういうふうにしていきますね。で、さっきの方がどうなったかというと、よいしょ、ちょっとこれ置いておきますね。こっちからね、こういう感じに今なりました。ここね、こことここで2目一度しましたね。そしてずっと編んで、中長編みね、芯を入れながら編んで、最後のところも、中長編みの2目一度をしました。そして、30目、2目一度をして30目になります。だんだんね、数えるのが分かりにくくなってくるんですけれど、正確に数えるとそういう風になるはずです、はい。で、ここからまたね、上に上がっていって、持ち手をね、反対側の持ち手を今から編んでいきます。はい、そしたらこれがね、持ち手のところをね、ずっと中長編みをしていっています。もう少しで終わります。よいしょ。このね、最後がとてもね、やりにくいので、よいしょ、最後のところをねしようと思うんだけど、この物が大きいのでカメラにいっぱい当たってしまって画面が揺れて申し訳ないです。はい、そしたらこれで、これですごくここ伸びちゃいましたけど、これが鎖の最後の目と、そして細編みのもう一つあるのかな、もう一目あるね。鎖がもう一つここに入れて、鎖がもう一つ中長編みを入れて、思いっきり白が出てるよね。そしてかけて、ここの鎖の最後の目と、そして細編みのこの目を、これを入れて巻き込んで中長編みをする。あれ、また4つしかない。どこだ。ここかけて、鎖の半目を取って、そしてここだね、かけて、ここの細編みの目に入れるときにこれを取るね。だからそうすると、1、2、3、4、5、5個かかってます。そしてそれをいっぺんに抜きます。こんな感じです。で、これね、たるんでる分はこっちの方で引っ張ると調節できますので、こっちをね、引っ張ってあげてください。よいしょ。で、持ち手の方もね、長さを向こう側と確認して、このロープをね、締めるようにしてください。こんな感じでしょうかね。そしたら、よいしょ、あと細編みを、どういうことだ、15で終わるのかな。今1編んでるね。今1編んだから2、3、
6、6、8、8、5、10、11、12、13、14、よいしょ。で、15、これが最後ですね。15編んで、最初の細編みの頭に引き抜き編みをして、よいしょ、終わりです。まだあるんですけどね、一旦終わり。そしてこの中長編みの、こちら側、今こう編みましたよね。それをこっちを開いながら、内側、この内側にもう一周編んでいきたいなと思います。はい、なのでこれで一旦切ります。切って、ね、切って置いておきますね。そしてこのロープももういらないので切ります。もう前に先に切ってるね、切ってるのでちょっと直しておきます。はい、そしたらこれの内側、こっちからしようかな、こっちね、これが戻ってきた方なので画面に入らない、よいしょ、こうしたら見えるかな。ここが一番最初の中心の部分でしたね。真ん中印つけたとこです。ここから始まりましたね。ここから始まって、こういってこう編んで、いうふうに、持ち手をね、一体型で編んできました。そして、今からこの内側にね、もう一目、細編みがいいか中長編みがいいか、ちょっとまだね、わかんないんですけど、そして、でここからでもいいし、どこからでもいいかなと思うんですけれど、目を出してくるのはど真ん中もどうでしょうね、ちょっとわかんないので、この辺りからとりあえずこれ 1,2,3,4,5 5個目ぐらいからやってみようと思います。はい、糸を出してきますね。そして1目立ち上がって、今の同じ目に細編みを入れます。はい、そしてこのね、もう端っこを編みくるみながら細編みで、よいしょ、回っていくんですけど、このもう一つ編む。よいしょ。よいしょ、一目細編みがここねある状態で、こことこの鎖のどの目だ、ここかな、ここを2目一度にします。細編みがいいかな、長編みだと、中長編みだと太くなる、どうだろう、中長編みにしとこうか。中長編みの2目一度にしますので、この目とこの持ち手のここどっちだろう、分かりにくい、ここにすると穴が開きそうだからここでいいかな、ここに中長編みだ、中長編みの2目一度をします。よいしょ、とても編みにくい、よいしょ、これで全部抜く。はい、そして持ち手の内側のこの鎖の、鎖が2つ残っているのかな、裏山と半分と残った状態になってますので、それをすくって、
どこをすくおう。どこをすくったらいいのかな。半目でいいのかな。半目。穴開きそうですよね。穴開くから、この、両方すくっても穴開くな。見えないところがいいですね。今どこすくったっけ。ここですね。ここが、分かりにくいかな。どうだろう。これでいいかな。太さ、持ち手の太さ、こんなもんかな。なのでここですね。ここに中長編み、ここに鎖の半目分がありますね。でこれが裏山ですね。なので半目と裏山を両方すくう感じ。この真ん中のぐさっと入れる。これが穴が開きにくい気がします。よいしょ。ここの部分、こんな感じでどうでしょうか。持ち手真ん中にちょっと紫が見えるかけて、中長編みですので、この中に入れ込むような感じかけて、ここですね、この真ん中にちょっと無理やりっぽい感はありますけど、こういう感じで入れていく。で中長編みで持ち手をぐるっと回っていきます、はい、そしたらここからね始まってずっと、持ち手の内側を、ね目を開いながら中長編みで回ってきました。ここでこの目ね、ここね、どこ開ってるか私もなんか開うたびに違うような気がするんですけど、この外側の目と内側、ここにねポコンと出てる、これを両方開うような感じで一周回りました。よいしょ。そして最後がこれですよね。最後のこの目をここと、そしてこのゴマ編みのこの目を、中長編みの2目一度にします。よいしょと、こうですね。そしてこっちへ戻して、あと細編みでここからここまで戻ったら一周回ってきたことになります。よいしょ。とっても編みにくいですね。私も今回これ初めて、このスズランテープ、ひら巻きテープっていうので、編んでみたんですけど、皆さん、上手に編んでられるなと感心します。いろんな方がね、検索したらとても素敵なね、バッグだとかね、いろんなもの編んで縫んで、私もできるかなと思ったんですけど、かなり苦戦しました。はい、そしたらこれで戻ってきましたので、よいしょ、もう一つがね、これで細編みで戻ってきて、細編みの頭に引き抜くとポコッとなるかな。これで引き抜くとポコンとなるかもしれない。もっと綺麗な、何だったかな、チェーンつなぎとかっていうのをすると、これをこうぐるっと回ってきて、もっと綺麗につなげるんですけどね。こういう風にやってみましょうか。よいしょ。そしたらこれで一回、
切ります。そして抜いて、この細編みの頭を、とじ針でしたらいいんですけど、ちょっと手元に今とじ針がないので、こうね、開いますね。そしてここに入れるので、ここからかぎ針だとこっちから出してきて、ここに向こうへやる。そしたらこうちょっと黒でね、分かりにくいですけれど、チェーンがこう自然にね、並んでるようになって、つなぎ目が分かりにくいですよね。これ後ろに今あるのを、あとまた糸処理をね、するようにします。はい、そしたらこれで片方が編めましたので、あともう片方ありますね。もう片方も、この辺りから、まあ、どこからでもいいと思うんですけれど、まあ、5個ぐらいこの辺から糸を出してぐるっと回ってきます。これを編み地で編むと、この辺から始めました。ここからでもね、まあ、どこからでもいいと思います。はい、一目立ち上がって細編みを 1,2,3,4 個編んで、この細編みとこれとを、中長編みの2目一度にしますね。そして中長編みでぐるっとこう回ってきます。でぐーっと回ってきて、中長編みをずっと編んで、最後の、目と細編みの、目を2目一度にしますね。そして、細編みでずっと最初立ち上がったところまで行って、今は、チェーンつなぎっていうつなぎ方でね、処理をしました。引き抜き編みでも気にならないようでしたら、それでもいいと思います。はい、これを、2箇所ね、2つ持ち手ね、ありますので、2本ともやってください。